お越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、ありがとうございます。私たちは群馬県のいちご弥生姫を PR するために作られたユニット、4代目チーム弥生姫です。それでは早速いちごの説明をしたいと思います。弥生姫とは、クネホッペとトチオカメを交配させて平成17年に誕生した群馬のいちごです。弥生姫の特徴は、甘いこと、大粒なこと、身がしっかりしていて日持ちがいいこと、オレンジっぽいのが美味しいこと、そして3月が最盛期で春まで美味しく食べられます。はい、ということなんですけど、さっき一部の後にサイン会をやらせていただいて、その後何やらちびっこメンバーはアイス食べたんだよね。はい、食べました。何味？練乳とか言ってたっけ？練乳ミニラ？バニラ？何ですか？なんだろう、美味しかったね。なんかね、さっきね、立ち位置を裏でやってて、そしたらりんちゃんがね、アイスが下から垂れてきちゃって、こうにしながらやってたんだよね。りんちゃん、ちょっと再現して。先っちょの細いところが、細いところからなんかミルクが垂れてきちゃって、でこうやって加えながらダンスやってました。はい、そういうエピソードです。皆さんも気をつけてください。はい、てか暑いね。暑いね。今日はすごい暑いので、次の曲は暑さにぴったりの曲を用意しました。もっと今日心が藤岡を熱くしましょう。一緒に盛り上がってください。熱風クラブ。君の愛しさ、初めて気づいた意味がいい。
曲はちびっこのみんながきっと知ってるプリキュアと妖怪ウォッチをやりたいと思います。一緒に踊ってくれる子いますか？はい、はい、あ、ちょっといたじゃあその場でもいいので一緒に踊ってください。それではまずプリキュアからいきます。ミュージック
曲は温泉大国群馬県という曲を披露したいと思います。一部でもやったように皆さんにやってもらいたい振りがあるので一緒にやってください。まず手を L にしてください。そして私たちの真似をしてください。せーの、バン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 キュン。いい感じです。好きになったらタオルをぐるぐる回してください。タオルがない人は手を回してください。それでは盛り上がりましょう。温泉大国群馬県、かわいい歌声が響き渡る。
イトしてきているので